ことね、はい、ここがねガチガチになってます、はい、どんな感じかって言ったら冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね、はい、それで今からね生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いです、はい、でこの背中の疲れとかって実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足からちょっとしっかり緩めていきますね、はい、今からは本番頑張ってください。お願いします。結構痛い。あ、そうか、声が出ないだけですね。ここ、これだ。疲れがこう上がってきて腰に来る場所ね。あ、ここだ。ガチガチ。わか、まあ、20代なのにガチガチだよ。硬い方ですか？硬い方だね。最初より全然。最初よりね、比べると。では、ね、膝裏ちょっと押さえていきますよ、はい、ここがやばい気がする。ここがうん、でも大丈夫そうですね、うん、はい、痛い痛い痛い ね、うん、では足を通しますよ。膝裏ちょっと押さえてますね。ではね、今からね太もも触っていきます、はい、椅子にこうやってね座ったりとかしてるとずっと圧迫されてしまって筋肉が硬くなってしまって、はい、腰痛の原因になったりとかするんですね、はい、なのでねここをしっかり緩めていきます、はい、僕はわざわざ説明するってことはそうかなり痛いってことですから頑張ってくださいね、はい、ここだ。この辺が痛くなるときの原因です。ここ痛い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 、ここだ。
いしょ。よいしょ。あ、ここだ。やった。よいしょ。ガチです。ここだ。痛いよね。椅子に座るときにここを圧迫しちゃってるから、どうしても硬くなってしまって腰痛になっちゃう場所ですね。よいしょ。教えていただいたね、方にね、本当に痛かったよって言えるよね。でも悔しいことにね、今ふくらはぎがね、だいぶ足がすっきりしてるのわかるかな。全然、さっきより軽い。軽いよね。左硬いね。ここは硬い。痛みが減ってきます。では足を上げますね。足をちょっと開きます。この外側をちょっとしっかり緩めていきますね。